できた。お母さん見て見て。あら、うまくできたわね、ミカサ。イエガー先生、お待ちしていました。ごめんください。どうしたの？ねえ、父さん。ごめんください。ありがとう、おじさん。死んじゃえよ、クソ野郎。この手玉の目、お前らなんかどうだ。てめえがやったのか。てめえがやったのか。てめえが殺してやる。殺してやるぞ。自分を完璧に支配できた。何でもできると思った。見ろ、全くブレがない。何をどうすればいいのか全てわかるのだ。素質とはそういうものだ。あのミカサ・アッカーマン、彼女の働きは波の兵士100と10日です。失えば人類にとっては大損害です。私はミカサ。私の特技は肉を削ぎ落とすことです。必要に迫られればいつでも披露します。私の特技を体験したい方がいれば、どうぞ一番先に近づいてきてください。人が人のために死ぬのが当然だと思っているなら、きっと理解してもらえるだろう。時に一人の尊い命は多くの命を救うこともあることだ。できなければ死ぬ。勝てば生きる。戦わなければ勝てない。私は強い。あなたたちより強い。すごく強い。私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。あなたたちは腕が立たないばかり。臆病で腰抜けだ。とても残念だ。ここで指をくわえたりしてれば。くわえてみてば。だから死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。だから何としてでも立つ。何としてでも生きる。うわー！ミカサ・アッカーマン、あらゆる科目を完全にこなす。歴代でも類のない逸材との評価は妥当。